とっても可愛い霊夢ちゃんです。ゆっくり魔理沙だぜ。はい、今日は金色の菓子から、魔物とパートナーの中でも、とっても信頼関係の厚かった、嫉妬、アンドなぞなぞ博士について語っていきたいと思います。この二人の関係性も本当にいいですよね。とってもピュアな魔物である嫉妬と、嘘つきが趣味のなぞなぞ博士の掛け合いが、たまらなく好きです。それでは、参りましょう。まずは、嫉妬から見ていきましょう。嫉妬はパペットのような見た目をした、小型の魔物です。モルタルボードと丸メガネを身につけており、頭頂部からドリルのような角が生えています。純粋無垢で人を疑わないため、なぞなぞ博士の嘘に毎回騙されています。魔法の色は、グレー色で、術は、手軽、口から方向を出し、そこからエネルギーを放つ、ガッシュのザケルよりも、わずかに威力が上回っています。ゼルセン、コルルが使っていた術と同じで、両腕をロケットパンチのように発射して攻撃。ゼブルク、上半身と下半身を分離させ敵の攻撃を回避する。ゼガルが、ゼガルの強化版。大きくなった口の方向から回転のかかった直線上のエネルギーを放つ。ガッシュのザケルガよりも、わずかに威力が上回っています。アムゼガル、腕を鉄鋼で強化、巨大化し、相手を殴り飛ばす。コブルク、口から大勢のコキットを出す。コキット一体の攻撃力はパンチ一発でキヨマロやガッシュの方を腫れさせ、へばりついたら剥がすのにかなりの力を要するほど強い。また、泣き落としがうまい。ガンズゼガル、両腕をガトリングガン状のギミックに変化させ、エネルギー弾を連射する。ラージアゼルセン、ゼルセンの強化版。両腕を結合させ、巨大なロケットパンチにして放つ。ギガノゼガル、胸の巨大な方向から回転のかかった強大なエネルギー波を打つ。ニコルオマ、ゼガルが、キッドの最大にして最後の呪文でキッドが魔界に召喚する直前に現れ機械の聖母風の巨大な女神を出現させて攻撃する。ニコルオシン、ゼガルが、ニコルオマ、ゼガルガの強化版で新旧呪文の一つ。魔界へ戻り魂だけの存在になったが、クリアの音戦の時にガッシュを助けたいと思った時に、ガッシュの金色の本に現れた呪文。以上が術になりますね。術は意外と多めですね。続いては、なぞなぞ博士についてです。魔界の王を決める戦いに参加する魔物の子であるキッドのパートナー。自らを何でも知ってる不思議な博士と称する奇妙な人物。長身にウェーブが買った銀髪と高い和紙花。そしてモノクルにマントとタキシードという紳士風の格好が特徴。だが何より目を引くのは立体的なマークを乗せたシルクハットであり、2本の伸びた口ひげを生やしております。めちゃめちゃうさんくさい博士だよな。そうだな。もちろんなぞなぞ博士というのも偽名であり、その本名や国籍は謎のままです。人を小馬鹿にすることを楽しむ癖があり、きっとに適当なことを言っては嘘と返し、その度に驚愕されるのがお約束。毎度きっとの顔芸が見物でしたね。しかし長年蓄えた知識は本物で、魔法や呪文のシステムについて独自でかなりの情報を掴んでいたほか、戦闘ではその頭脳を活かし相手の裏をかく戦法を得意とします。一方で、他者を思いやる心や使命感も強く、大勢を巻き込むような危機が起こる際にはそれをいち早く察知し、皆を救うべく行動している。また、彼には魔女スケップ12という優秀な12人の部下が存在する。目から光線を出したり、炎を自在に操ったり、母音が大きかったりと、一人一人が人間離れした超能力を持つ彼らを従えていることからも、なぞなぞ博士がただものではないことが伺えるが、あんまり出番がなかったな。ちなみに私はビッグボイン大好きです。続いては、二人の出会いについてです。かつて、なぞなぞ博士は医者だったが、自ら執刀した手術で孫を失ってしまい、その後、孫の家族に絶縁され、キッドが現れるまでは自分の屋敷でひたすら書物を相手にするだけの、ガッシュに出会う前のキヨマロと同じような引きこもり状態の日々を送っていた。なぞなぞ博士という名前はキッドと出会い、自身の知識は何のためにあるのか自問自答していた際に、自分の中で答えの道が開けたことをきっかけにキッドに名乗ったことから始まっている。続いて、初登場シーンです。初登場は95話で、この時すでに悪しき者の力の増大を危惧しており、来たる危機に備えて、仲間を探していました。その過程で、良い心を持っていると判断した魔物にはその力を試し鍛えるために戦いを仕掛けており、キヨマロとガッシュとの戦いでは、真術を習得するなど、一定の成果を出しております。この戦いでは、常に優勢に戦っていたな。頭のいいキヨマロに対し知力でも勝り、なぞなぞ博士の知力の高さが感じ取られるけど、ガッシュの覚えた新技であるラウザルクによって、きっとやり投げみたいにぶん投げられましたけど、そしてその後の1000年前の魔物との戦いでは、戦いが始まってからもすぐには合流せず、
さらに仲間を集めるべく行動していました。その甲斐あって、ボンレイペアも仲間に加え、ブラゴとシェリーの参戦のきっかけを作りました。うさんくささもあるけど、本当に用意周到で作詞でまさに隠れた知性と言えるでしょう。千年前の魔物との戦闘では、フォルゴレとキャンチョメと共に、ベルギムイオーと戦いましたが、その力の差は圧倒的でした。あの時は月の石もあったため、だいぶ苦戦を強いられましたね。まさかの椅子で直接攻撃するという不意をつかれ、致命的なダメージを負い、動けなくなってしまいます。ここでも嘘をつききっとを安心させましたね。優しい嘘だったな。もともとベルギムイオーの巣の力が強いため、殺されそうになりますが、キッドが盾となり、守り抜きます。ですが、ここでキッドの本も燃やされてしまいます。なぞなぞ博士は、意識が朦朧としている中、キッドは呪文なしで戦い、自身の成長を見せました。そして最後にキッドはなぞなぞ博士に、なぞなぞ博士こそが王様なんだと、敬意を表し、今までの運を博士の心に告げました。その思いから生まれた真術ミコルオマゼガルガによる、キッド最大にして最後の大技により、相打ちになる形でベルギムイオーを倒すことに成功しました。なお、この時なぞなぞ博士は本を見ずに唱えていたが、作者は心の中に浮かんだからと語っております。まさに何でも知っているなぞなぞ博士ですね。こうして、彼とキッドの戦いは終わりを告げました。その後の千年前の魔物編では、最後までやり通さなければキッドに顔向けできないという思いから、作戦を最後まで実行した手役者となりました。そして、キッドが魔界に帰った後も、残った仲間たちのために尽力しました。ファウード戦の際にも、単身仲間集めをしており、ブラゴペア、バリーペアを説得して参戦させていました。ブラゴはかなり説得するのに手こずったみたいだね。クリアとの最終決戦時にも見送りに駆けつけ、合衆たちの無事を祈ってましたね。キッドも最後のクリアノート戦で一役買ってくれましたね。はい、いかがでしたでしょうか？今回は、キッド&なぞなぞ博士について語っていきましたが、今時期の合衆の魅力である、成長と感動を感じさせるペアでしたね。実際2000年前の魔物編とファウード編で裏で活躍し、彼らがいなくては、勝利を得ることができなかったと思いましたね。とても視野の広く、裏で一番活躍していたと言えるでしょう。知識を最大限に活かせてましたね。ちなみに作者曰くなぞなぞ博士にも知らないことはあるとのことです。本当に、勇気と感動を与えてくれる、キャラクターでした。ああ、そうだな。それとビッグボインについて語りたいけど、ここまでにしておきましょう。ここまででコルル、ヨポポ、キッドと泣かせ三重士について語ってまいりましたが、続いては、バリーさんについて語りたいと思いますので、次回を楽しみにしてください。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。次回も、ゆっくりしていってね。